猫は準絶滅危惧種に指定されているとても希少な動物です。現在日本ではこの赤ちゃん2頭を含めて17頭しかいません。今回このイベントや赤ちゃんを通してマヌルネコたちが現在置かれている環境や生態などにも知っていただく機会になればとても嬉しく思います。また先ほど紹介した通りこの子たちには、名前がまだありません。本日から、7月の31日までの期間、本日から7月の31日までの期間で名前を一般公募いたします。公募方法なんですが、王国タウン内にあるヤマネコレストランというところでお食事をしていただくと、そこに応募券をつけて皆様にお渡ししますので、名前をつけたいなという方、ぜひレストランでお食事をしてください。生まれてすぐはマヌルネコは青い瞳をしていますが、だんだん、青が薄くなってグリーンのような目の色になってきます。で最後は黄色っぽい目になってきています。性格は、大人になるまでの、ここまで展示をするまでの間はどちらかというとオスの方が、おてんばで自分から動き回ったり好奇心が旺盛だったんですけど、最近は女の子の方がとても自分からちょっかいをかけに行ったり走り回ったりしているような感じが見られます。そんな感じで、リアルで見た方がいい。